ケーレブ・ランドリー・ジョーンズはアメリカ合衆国テキサス州ガーランド出身の俳優、ミュージシャンである。身長180センチメートル。体重65キログラム。出生名はケーレブ・ジョーンズ。喫煙者。名前についてはカレブ、キャレブと表記されることがある。パトリック・ジョーンズとシンディ・ジョーンズ夫妻の息子としてテキサス州ガーランドで生まれる。 幼少の頃、家族と共にリチャードソンへ引っ越した。17歳の頃、ノーカントリーで映画デビュー。その後、テレビドラマや映画などでは規約を担当し、少しずつキャリアを積む。2010年、アメリカで公開された映画ラストエクソシズムで悪魔に憑依された少女の兄を演じ、ニューヨークタイムズで見ている者の,の心を乱す演技をする俳優と絶賛される。 ラストエクソシズムに出演したことについて、これが僕の人生を変えたと話しており、同年、俳優としてのキャリアをさらに追求するため、ロサンゼルスへ行くことを決意する。アメリカの人気コミック、X-Men を実写化した2011年公開の映画、X-Men, First g e n e r a t で、ショーンキャシディ役に大抜擢され、業界内外から注目を浴びるようになった。 2011年11月、映画監督、デビッド・クローネンバーグの息子である、ブランドン・クローネンバーグが初監督した、長編映画、アンチバイラルで、初主演を務めることが発表された。この映画は2012年に、カンヌ国際映画祭とトロント国際映画祭に、出品され、ジョーンズは共演した女優のサラガドン、監督のブランドン・クローネンバーグと共に出席した。同作は、 北米で2012年10月12日に公開され、日本では2013年5月25日に公開された。2012年1月、全米で初登場1位を記録した映画、ハードラッシュでは、マーク・ウォールバーグ演じる主人公の義定役として出演し、ケイト・ベッキンセールやベンフォスターらと共演した。ジョン・ブアマンが監督した2014年予定の映画、 クイーンカントリーでも主要人物の一人を演じ、カラム・ターナーやバネッサ・カービーラと共演している。2017年に出演した、ゲット・アウト・フロリダ・プロジェクト・マナツの魔法、スリー・ビルボードの3作はいずれも第90回アカデミー賞にノミネートされ、このうち、ゲット・アウトとスリー・ビルボードは作品賞にもノミネートされた。俳優業だけでなく、ミュージシャンとしても活動している。 10代の頃、友人のロバート・ハドソンと共にサイケデリック・ロックバンド、ロバート・ジョーンズを結成し、ボーカルとドラムを担当していた。2009年には、メン＆ n and t h というタイトルのファーストアルバムをデジタルダウンロードとしてリリースした。ジョーンズの俳優としてのキャリアが軌道に乗り始めてからは、バンド活動は休止している。バンド活動以外のソロでの楽曲も多数所有しており、 ドラムだけでなく、ギター、ハーモニカ、ピアノの演奏もこなす。動画サイト YouTube にも弾き語りをする動画などがアップロードされており、卓越した歌唱パフォーマンスを視聴することができる。ありがとうございます。